こんにちは、柳真由美です。音符が読めなくてもピアノに触れたことがなくてもすぐに曲が弾けてしまう、そんな夢のような今までにない新しいピアノ演奏のメソッドを作りました。ピアノ5です。ピアノ5は5つの色からなっています。両手の指につけた5色、鍵盤の上につけられた5色、そして譜面に描かれた5色、つまりこれらの色をマッチさせることでピアノを演奏します。まず両手の指につけた5色です。指に5色のリングをつけます。親指は赤、人差し指はオレンジ、中指は黄色、薬指は緑、小指は青です。リングが用意できないときは消せるペンで指を塗っても良いですね。簡単に取り外しのできる5色のシールを鍵盤に貼ります。そして指と鍵盤の色をマッチさせて弾いていきます。右手から赤の指で赤の鍵盤を弾いてみましょう。続いてオレンジ、黄色、緑、青、今度は左手です。左手で弾く鍵盤にはラインの模様のシールが貼ってあります。同じように赤、オレンジ、黄色、緑、青とマッチさせて弾いていきましょう。3番目の5色は譜面です。並んだ色の順番に従って同じ色の鍵盤を同じ色の指で弾いていきます。この譜面には塗りつぶされた色のシールが並んでいますので右手の指で弾きます。赤、オレンジ、黄色、緑、青、緑、黄色、オレンジ、赤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 。ではピアノ5のメソッドでメリさんの羊を弾いてみましょう。これが譜面です。先ほどのように譜面に並んだ色に従って同じ色の鍵盤を同じ色の指で弾いていきます。さて別の譜面が出てきました。ラインの模様の5色ですから左手で弾きます。右手の時と同じように並んだ色に従って同じ色の鍵盤を同じ色の左手の指で弾いていきます。赤、オレンジ、黄色、緑、青、緑、黄色、オレンジ、赤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 。今度は左手でメリーさんの羊を弾いてみましょう。譜面には左用のラインの模様の色が並んでいますね。譜面に並んだ色に従って同じ色の鍵盤を同じ色の指で弾いていきます。5本の指がスムーズに動くようになったら両手での演奏にチャレンジです。ヤンキードゥードルを弾いてみましょう。楽譜に描かれた鍵盤の位置にシールを貼ります。譜面の色と指の色、そして鍵盤の色とマッチさせて弾いてみましょう。ライン模様は左手で弾くことを忘れずに。
25年以上日米でピアノ教育に携わってきて、多くの生徒さんたちが楽しく曲が弾けるようになる前にドレミファソラシドのルールを覚えることで行き詰まり、ピアノの練習を続ける意欲をなくしてしまうという現実を見てきました。ピアノ5のメソッドで右手と左手の5本ずつの指を動かせば、心のままにメロディーを奏でることができます。これからピアノのレッスンを受け始めるお子さんには、このメソッドで10本の指をバランスよく動かせるようになれば、レッスンにスムーズに移行できるでしょう。年配の方にも介護予防につながる指の体操として楽しんでいただけると思います。また一人での演奏はもちろん、2人、3人、あるいは4人でも同じ楽器をシェアしながら一緒に演奏を楽しむことができます。例えばこのジングルベルでは1つのピアノを使って3人で弾きます。楽しく指を動かして心と頭の活性化、ピアノ5で元気&ハッピー。